ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。勾配を緩やかにしました。あと、背景も追加です。アクリル絵の具を使っています。ケチったので、色が薄いかも。165K をお楽しみください。165K を改造して、ジョイフルトレイン化した電車です。パノラマエクスプレスアルプスって言います。国鉄時代に、初めて全面展望を採用したジョイフルトレインです。2001年に富士急行に売却され、富士山特急として使用されていました。2016年2月7日が最後でした。背景は、美術が得意な人が助言してくれるわずです。背景どうしたらいいんだろう。しばらくの間、165系をご観覧ください。線路を拭いたら、走りが良くなりました。そろそろ、終わりです。ご視聴ありがとうございました。